かチケットとか高額単価の可能性とかも高いので、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、はいさん、ご質問ということで、はいはい、どういったご質問でしょうか。じゃあ、シンプルに、10時前後の新橋での営業を、はい、教えていただきたいです。22時前後の新橋ですね、はいはい、これあれはな、マップ使うから映像じゃちょっと伝えきれないかもしれない、はい、あ、でもマップ使うと全然大丈夫です。逆に質問なんですが、はい、新橋をやるとしたらどの辺って普段住んでますか。23時以降だったらもうカラス森屋辺をなんかぐるぐるやるんですけど、まあ、ただまあ10時前後だとやっぱりその辺の動きがちょっとまだ鈍いんで、はいはいはい、やっぱり全体的になんか流した方がいいのかなっていうのはちょっと思ったりもするんで、なんかどういう流し方がいいのか、もしくはなんかどういったところが空いてたらつけたらいいのかっていう。そうですね、僕変な話、10時前であれば、はいはい、もう銀座が上勤前のちょっとラッシュが生まれるじゃないですか、まあ、プチラッシュというか、はい、なので10時直前は銀座の4丁目から8丁目のこの常勤エリア内にいることが多いんですよ。ああ、なるほど。じゃあ10時前だったらそこ、はい、10時前だったらもう間違いなくここだと思います、はい、それで常勤の時間ギリギリまで勝負をしてお客様をやっぱり狙うと、はいはい、で実際にそのタイミングで帰るお客様とかもいらっしゃるんですよね、はい、ただそういったことって結構やっぱドライバー知ってる人たち多いから、はい、まあ、だから渋滞はしてるんですけども、はい、でじゃあどこ流すかって言ったらやっぱり並木通り、はい、花つばき、はい、西五番街、あ、なるほど、はい、ここをこうぐるぐるしてることが10時前だったら多いです。はい、わかりました。あとは、まあ、ここってほら夜中の1時以降がメインで、はい、逆にこのまま並木通りをずっと走ってって、はいはい、並木通り口の手前のフランス料理、はい、エスキスって入ってると思うんですけども、はいはい、このね、建物名忘れちゃう、ロイヤルクリスタル、あ、違う、はい、とてもないロイヤルクリスタルディーンだから、はい、は結構接待で出てくる人とかチケットとか高額単価の可能性とかも高いので、はいはい、こことかを最後の最後可能性を高めながら、はい、ああダメかって言って、はい、10時で風車で、はい、ところてんに放り出されるみたいな、はい、なるほど。今度じゃあ10時過ぎたら、10時過ぎたらっていうところですね。もし仮にじゃあそれ新橋狙うということであれば、はい、確かに新橋ってまだ10時から12時ぐらい、はいはい、11時半ぐらいまでか、はい、ちょっと鈍いと思うんですよね。 その中でもなんだかんだでそのお客様出会えるかもしれないって、はい、すごい定番ありきたりかもしれないですけど、はい、レンガ通りとカラス森通りを、はい、地区に走るっていうところです、はい、とはいえカラス森通りって、はい、10時以降30分単位どんどんこの新橋の駅を先頭に、はいはい、渋滞が激しくなってくるんですか、はい、だから空いてたら入ってく、はい、でももう混んでたらここは入らないようにして、はい、レンガ通り使って、はい、管理通りを左曲がって、はい、第一京浜出てくる2つ手前の路地が入っていけるので、ここ入ってくる、はい、で、入ってく時も飲食店たくさんあるじゃないですか。そうそう、はい、ここまで出てきてタクシーを乗るっていう需要もだんだん出てきたんですね、はい、管理ができた当時はここでタクシー乗るなんてなかったんですけども、だんだん利便性をお客さんも感じてここでタクシー使うっていう方も出てきたので、まあ、ここを狙うって感じですよ、はい、終電近かったはい、11時半から12時とかであれば、はい、駅の方、まあ、そうそう、はい、11時過ぎたら大体分かるんで、じゃあそうするとじゃあ10時台だったらそんなじゃあ新橋はあんまりやらないっていうことですか。そうですね、で10時台だったら、はい、こっち行っちゃうとあんまり乗らないので、はい、であれば、はい、左曲がって両サイド出てくる人狙いながら、な、はいはい、またレンガ通り戻ってきて、はい、レンガ通りを、はい、まあ、右曲がって、はい、新橋2丁目の交差点までを狙うとか、はい、であとは、まあ、10時台だと、はい、変な話ちょっとゆとりがあるので、レンガ通りが、はい、だから僕は U ターンして、はい、ここを回遊とかをします。ああ、なるほど、レンガ通り、はい、ただどうしてもレンガ通りって、はい、まあ、南向きだと、はい、まあ、横浜方面のお客様も、まあ、はい、いるはいるんですけども、はい、低単価のお客さんの方がどっちかっていうと、はい、なんか田町とかで、まあ、行っても芝浦ぐらいみたいな、はい、いう感じで、中途半端に田町とか大門とか芝浦とか行っちゃうと、はい、また結局この辺戻ってこないわけで、ワンチャン大門とかもあるけど、はい、でもやっぱ薄いので、ってこと考えると結局また新橋戻ってこなきゃいけない可能性の方が高いじゃないですか、はいはい、
だからその実際に狙いするのは南向きなんですけども、はい、できれば北向きでお客様を狙いたいですね。で北向きであれば汐留から高速乗って、はい、でこれも横浜方面とか千葉方向もありますし、はい、左曲がって霞ヶ関方向で洋画とか高井戸方面っていうお客様もやっぱいらっしゃるので、まあ、そこを狙ったりとか、はい、そうするとじゃあそんなにじゃあ10時台は新橋とは仕事はあんまりしないっていう、ですけど、でももう本当にこの新橋のほら、まあ、飲み屋とかクラブとかスナックがあって、はい、ここにやっぱ移動してくる方もいる、はい、だからまあこういうお客さん送ったらちょっと勝負するって感じです。勝負する、はい、あ、時間です。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ基本的にじゃあ10時から11時はじゃあ銀座の前おっしゃってたあの辺で仕事するっていうのが多いっていう、はい、そうです、わかりました。はい、ありがとうございます。時間中どうも、ありがとうございます。